はい、皆さんこんにちはこの動画でやっていく内容ですはいそれではやっていきましょう皆さん今回はコイルの話ですコイルってこの記号の部品ですよねでここの L のところにインダクタンスの数字を入れれば まあそれで済むというふうな形なんですけれどもこの LTSPICE のサンプル回路の中にもこんなふうにしてこれコルピッツ発信回路のサンプルなんですけれどもまあコイルが使われていますよねこれはまたサンプル回路でスイッチング電源のサンプル回路でここにもコイルが使われていますよね こちらのコルピッツ回路のコイルとこちらの電源の中で使われているコイル同じように100マイクロというインダクタンス値が書かれていますね。でも皆さん経験的にご存知ですよねこちらのスイッチング電源の方のコイルは割と大きなコイルですよね。それに対してこのコルピッツ発信の方のコイルは割と小さなコイルですよね。 流れている電流が違うから当然サイズも違うし特性も違うんじゃないですかねでみんな思っていると思うんですけどもでも回路図には100マイクロという風にしか書いてませんよねこれは回路図上で同じということはシュミュレーション上同じように動くということになりませんか現物を作る時にはこちらが小さいコイルなのに こちらは大きなコイルにしないと、まあ、まずちゃんと動かないみんな経験的に分かっているんですよねじゃあその違いってシュミレーターにちゃんと反映することができるんでしょうかということでまずはヘルプから見ていきたいと思いますヘルプの中でインダクターの内部回路はこんな風になってまして のの抵抗とか規制のキャパシタンスがいいていますねそれで数字にはこのインダクタンスで記載するようになっていてキャパシタとかレジスターはデフォルトで0または 1mΩ ってなっているんですね。LTSPICE のコイルのマークを右クリックして出てきたダイアログがこちらです。ここを見ますと 1> 今1 m リーをここにセットしていますのでこれがこのインダクタンスのところの数字になるわけですね、まあ、それ以外にシリアルレジスタンスこれでしょうねはいそれとパラレルレジスタンスこれですねそれにパラレルキャパシタンスこれですね、まあ、これらがここでセットできるようになっていますでここで一つ注意があるんですけども LTSPICE ではですね ここのシリアルレジスタンスのところに何も数字が書かれていない時ここには暗黙で1ミリオームが入っていますっていうことになってるんですここに書いてあるんですけどねデフォルトツー1ミリオでもしこれを0にしたければもう直接強制的にここに0という数字を入れるようにしてくださいただしここに0を入れますとね ま結構シミュレーションでいろいろトラブルになりますので、デフォルトで1 m ムとしておいた方が得策です。まそれ以外にセットできるパラメータとして、イニシャル値だとか温度係数なんかがあるようですね。その他ダイアログにないパラメータをセットしたいときには、コントロールキーを押して右クリックします。まあ、そうするとこのような、 色々汎用的なパラメータをセットすることができるダイアログが出てきますでそこの中のこのスパイスラインのところにそれぞれ追加したいパラメータを書き入れるようにしてください。インダクターに関しての設定はそれ以外の方法も実はあるんです。ヘルプにもこの下の方に書かれているんですがここのところですよねここ読みますとね。 二つのノンリニアインダクターの書き方をサポートしているようなことを書いていますね。一つにはこのフラックスイクオールというふうな記述ですね。もう一つは B-H カーブのパラメーターを入れるというふうなパラメーターの指定方法ですね。サンプルのネットとしてここにこんな風にして掲載されていますけども、まあ、正直言ってこれ 何言ってるかかわないですよね書き方のサンプルとして、まあ、ここにヘルプから引っ張っ張てててきて書いてみました、まあ、普通はこんな風に 1mm ヘンリー、まあ、後ろの H はまあ余計なんですけども無視されますので、まあ、そのまま使っているんですが 1mm ヘンリーという風にインダクタンスの値をそのままここに書き入れるという使い方ですよね。 でヘルプの真ん中あたりに乗っかっていたのはこのフラックスイクオールっていう表現ですよねそしてその下の方に掲載されていったのがこの HCBSBR だとか、まあ、なんか難しそうなパラメータを設定していくそういう表現方法ですね。これらを確認していくためにまず電源の用意から始めてみたいと思います。 それでは信号の仕様としてはこんな風に考えたいと思いますまずゼロから出発してまある勾配である電圧になりでそうして時間経過した後また同じ勾配でもう一つの電圧に移動しさらに時間経過した後またゼロに戻るという風な仕様にしたいと思いますタイミングを自由に変えられるように まあこれらをシンボル化してここにパラメータとして書きましたですからこの電源のセットはこのパラメータの変数を使ってセットすることになります 電源の形としてはこの PWL を選択するんですがここにすでに書かれているようにこんなふうにそうしてここで書ききれなくなりますのでここのボタンを押してもう一つ大きなダイアログを出します。それで全体が書けるようになります。 まず最初は0時間に0トから始まります。ここですよねゼロ時間にゼロボルト、まあ、そうして次にですね次の時間はここなんですけどもこの PWLSR っていうのはこの立ち上がり勾配の角度で指定するようにしましたのでえ次の時間っていうのは。 この電圧の位置からこの電圧を引くつまりこの電圧落差ですねその電圧落差にこの勾配係数をかけたものがこの横の時間軸になりますのでその時間をセットします、まあ、そしてその後ここの電圧 PWLV1 を指定するわけですねで次の位置っていうのはここになります さらにその時間にこの,パこのパルス幅分だけ経過した時間というふうな形になりますね。でそして次にこの電圧からこの電圧に向けて同じくこの PWLSR の勾配で電圧が変化していくようにここに記述します。そ、まあ、そしてさらにその次 がここのポジションになりますねで、そして最後にゼロに戻るというふうなことになります文字が小さいのでこちらに大きなフォントで表示してみましたこのような形ですよねパラメータをセットすると まあこんな風に長くなってしまふまに、まあ、そうすると図面の方がですね、えー、寄ってしまいますのでこれはもううまくいっているもんだとして隠したいいと思います、まあ、そのためにはコントローールキーを押しして右ククリックします、まあ、そうするとこういう、えー、汎用的なダイアログが出ますのでここのビジブルのところのバツマークをですねダブルクリックして消します。 まあそうするとこう見えなくなりますので、まあ、これでスペースバーを押すと全体が見えるとそういうことになります、まあ、さらにですねこのシンボルの定義をここへこういうふうに移動しまして押しますと、まあ、さらに全体が見えるというふうなことになります、まあ、それではこれで一度やってみましょう、まあ、シミュレーションしますとこんなふうになります まあこうやって設計通り立ち上がって下にマイナス側に行ってゼロに戻っておしまいというふうな形ですね。パラメータをいじってみましょう。こちらのマイナス一のパラメータをですね、マイナス一ではなくてプラス零点五にしてみたいと思います。ここですね、マイナス一になってますけども、ここ零点五 というふうにしてみますこれでシミュレーションしますどうでしょうここから1になって0.5になって0に戻るまあ、指定通りになりましたねで、ここでこの設定の特徴的なことはここの勾配が変わらないということですねここに勾配として50マイクロっていうふうに書いてますけども これはです、ね1をですね、50マイクルの時間でで変化すするるといいうなうな指定になっているわけですつまりこの傾きを意味しているわけなんですけどもここではですね同じようにこちらと同じマイナスの傾きになっていてなおかつここでも同じ傾きになっているんですね。まあ、さらに先ほどの0.5をマイナス2っていうふうにしたとしますね。 これでシシミュレーションししてみましょう。どうでしょう1から -2 にになって0に戻ってて戻いますね。見ると分かりますけどもここの0から0までの1サイクルは0.8ミリつまり400マイクロの2倍先ほどと変わっていないですね。でしかもここの勾配この傾きも同じです。 ですからその結果として、ここのパルスの時間がほんの少しだけ短くなっているというふうなことになっています。これはあのコイルを評価するときに、コイルの電流の変化というのが非常に重要になってきますので、電流の変化が一定になるような波形の生成方法っていうのがキーポイントになってくるということです。 ここでちょっと細かなポイントについて突っ込んでみたいと思いますこの部分を拡大しますそうするとどうでしょうこれ斜めにこんな風に落ちているのが分かりますでしょうかもうちょっと拡大しましょうかこんな感じですよねで設計ではですねこんな風に斜めに落とすような数値にはなっていないはずなのに 実際にここううプロットすするるとななっているわけなんですねグラフを右クリックして「ビュー」から「マークデータポイント」を選びますとここに点が出たのがお分かりになるでしょうか。まあ、これはあのデータのグラフのプロット点に対してマークをこう置いたわけなんですけどもそうするとこの直線の部分のこの 間にママークがななないいいいとううことはここは、はもププロットト上オプトマイズされてなくなっていっててくっっっしまっているんですね。まあ、実際これはですね本来こういうふうに来てここでまこっすぐ落ちるはずのデータが選ばれるはずだったんですが、まあ、オプトマイズの方法に少しだけ手違いがあってこんなふうにしてちょっとだけ違う近い位置ではあるけどもちょっとだけ違う点を選んでしまった結果になるんですね。 こういう時にはですねこのコマンドのダイアログからオプションズプロットウィンサイズイコール0を定義しますこの辺に置きましょうか、まあ、そうして実行しますねどうでしょうここを拡大してみますさらに拡大してみます ま、ここにあのプロット点、こんな風に点で出ていると思うんですけども、ここ横一直線上にこう出ていますよねプロット点が少し見にくくなるので、これを消します。どうでしょう？今度はちゃんとまっすぐ引けていると思います。まあこのようにしてルティスパイスはですね。上手にデータを圧縮するんですけど、も細かな点を見ると、この圧縮点の位置がちょっとだけ違ってたりとかすることがあります。 まあ基本的になら問題はないんですけども拡大して見ていった時にちょっと思惑と違うなって思う時にはこのオプションを使用してみてくださいシュミュレーション時間を 10ms に伸ばしましてシュミュレーションしてみました、まあ、こんなふうに1回だけ信号が出てあとはずっとゼロになる、まあ、そんなふうに記述しているわけなんですけども まあ、これではやっぱり評価ができないのでここを繰り返し出るようにしたいというふうに思うわけですねまあ、それではこの電源にリピートのコマンドを追加してみたいと思いますコントロールキーを押して右クリックしますそうすると汎用ダイアログが出ますこの汎用ダイアログ、えー、コマンドが長いのでね、えー、全部出てき来ないんですけども まあここでカーソルで編集します、えー、まず PWL この後ろにですねまあ、リピート4を書いてみます、まあ、ここですよねここにリピート43で括弧で先ほどと同じような形になるわけですねそして一番後ろにはですねエンドリピートっていうコマンドを入れなければいけないですね どううでしょうこういう形でビジブルで出しましたけども最後エンドリピート入っていますね。それではこれでシミュレーションしてみたいと思います。このように3回123個出ましたですね。これ3回とか数指定するんじゃなくてまあ永遠にリピートしてほしいって思うわけですね。 その指定はですね、ここの4、3のところをフォーレバーっていうふうにすればいいわけなんですね。まずこの文字を右クリックします。そうするとこんな風にまたダイアログが出ますので、ここでカーソルを持っていって、まあ、このようにフォーレバーで宣言します。で、OK ーというふうにしますね。まあ、それで実行すると、 まあいつまでもシミュレーション終わるまでこんな風にして繰り返してくれるわけです。まあ、こんな風にですね記述がすごく長くなってしまって、まあ、見にくくなる場合はこれコントロール右クリックをしてこのダイアログを出したところでここをクリックして、まあ、インビジブル、まあ、見えなくするとこんな風にシンプルになるんですけどもこれですとね またそれはそれで何にも定義がないなぁと思っちゃうわけですね。まあ、そこで2行に分けて記述する方法を紹介したいと思います。まずコントロール右クリックでダイアログを出します。そうしましてこの「リピートフォーレバーのところから まこんな風に後ろをま切ってしまうわけですね。そしてここをビジブルにします。そして次にですね、ここのラインに残りを記述するんですね。で、このラインに残りを記述するとき、えこれ先頭はですね、必ずプラススペースを入れてください。これはあの前の行からの続きですよっていう風なまあ、そんな風な意味です。 このような形ですね、プラススペースかっこ00から始まって、まあ、最後あのエンドリピートでここにはビジブルのチェックを入れませんのでこれは出ないんですねで。コマンドとしてはこの上の行からつながった1行として解釈されますのでこれで OK とします。まあ、そうしますとこんな風に「えー、リピートフォーレバー」 っていうことだけがここに出ますので、あ、なんか繰り返し周期の信号を指定してるな。っていうふうな感じにはなると思います。はい、ごめんなさい。時間の都合で、次回に続きます。